日本共産党の総平でございます、えっと、私も野登震災と外国人労働者の問題についてお尋ねをしたいと思うんですが、あの先週3月26日に、えー、このテーマで、えー、関係大臣に、えー、認識を伺いまして、えー、これから復旧、それから復興に向かう上でです、ねえー、外国人労働者がなくてはならないレギュラーメンバーだということは、 あの認識は一致したと共有できたと思うんです。あの一方で政府は能登震災が起こった1月1日に被災した技能実習生特定技能外国人について職種別。それから市町村別の実数人数というのを3ヶ月経って把握してこられませんでした。あの入管庁に改めて聞きます。けれども、あの、先ほど清水議員が。 この入管内視実習機構がですね、行ってきた影響調査について、概要をちょっとご指摘がありましたけれども、その上で2つ、つまり能登審査によって、適正な実習継続が困難になった実習生、そのうち現在もなお適正な実習が再開できていない実習生は何人なのかと、2つ目は、この3ヶ月間、賃金が100%支払われていない 実習生は何人なんですか。まず丸山次長。まず入管庁から金の分をご説明させていただきます。えっと入管庁では外国人技能実習校から技能実習実施困難時届け書に関する情報提供を受けておりますが、現時点におきまして、本年1月1日以降の石川、富山、新潟3県における失踪者数を正確に把握するまでの精査には至っておりません。 また、令和6年、能登半島地震による災害に伴う対応としまして、技能実習実施困難時届出書については、提出が可能となった段階において、速やかに届け出をすることで差しがえないとの取り扱いをしておりまして、現時点におきまして、全体像を把握することが困難な面もございます。厚生労働省、岸本人材開発統括課。 厚生労働省かからら、えー、技能実習のの継続状状況況それから、えー、賃金の支払い状況につきましして補足を申し上げます、えー、ますず、技能実習の継続状況でございますが、能登半島自身の技能実習生の影響につきまして、えー、外国人技能実習機構が、えー、石川県内の状況について管理団体を通じて確認したところによりますと、えー、具体的にはまず本年1月31日の時点におきまして、えー、技能実習の継続は困難という回答がありました53の実習実施者につきまして、最新の4月 1>, 1日の時点では再開済み実習再開済みが18社。 それから再開、まだしていないけれども、再開めどがありというところが21社、だから再開のめどは立っておりませんが、断水の解消などを見ながら再開をしたいという再開意思を持っていらっしゃるところが3社、それ以外が11社となっているところでございます、また技能実習生の方の数でございますが、再開のめどがあるという21社に4 37人の方、再開めどは立っていないが、再開意思がありというの3社に19人。 それ以外の11社のうち2社に6人の計62名の技能実習生の方がえ技能実習を再開できていない状況にあるというふうに承知をしております。えー、先週の段階では73名でございましたので、3月,10失礼3月15日時点では73名でございましたので、あの少しずつ実習再開進んでおりますが、引き続き支援、フォローアップを行ってまいりたいと考えております。まままた賃金の状況でございすすがすみませんあの えとじ62名の実習,実,施、えー、実習再開できていない方について、休業中の方が57名いらっしゃいます、えー、この57名の方に対しましては、直近の状況としては、休業,休業保障が100%支払われていることを確認しております、また、休業保障不払いに関する相談等も今のところ受けていない状況でございます伊藤宗平さん。今、特に厚労省の方からお答えになった数字は、えー、今日初めて。 えー、明らかになっているんですよあのもちろん、えー、大きな地震ですから、えー、気候も体制のいろいろ強弱ありますから、えー、すぐにつかむということはできないかもしれないけれども、えー、もう一点、管理団体を通じて、実習先の実情をつかんでいくという取り組みの仕方は、それはあり得ることだと思うんですけれども、ですが、 ニーズも変わるそれからあ3か月という期間が経過する中で,です、ね、もっと早くに一人一人の実習生、あるいは特定技能の外国人労働者が、どんな実情に置かれて、どんな困難に直面しているのか、その前提として、えー、どこにどんな職種で、えー、どれだけの方々が働いているのかあの、そのことをつかむっていうのは、これは政府として可能なことだし、 やるべきこととだったのではないかと思いか思ますあの続けてちょっと確認をしますけれども、宿舎が壊れるといった形で、居住に困難をきたした実習生がいると思います。現在も断水が続くというような中で、不自由を強いられている人たちの、そうした実情っていうのは、どのように把握してますか。私はは把握しして各方面例えば自治体はじめとした支援策に つなげげていいくべきだと思まますす。が、かがか丸山次長、お答え申し上げます、えー、石川県の技能実習の被災状況につきましては、技能実の継続の可否の観点から、外国人技能実習機構が管理団体等を通じて把握に努めており、現時点で確認していることとしましては、3名の技能実習生が宿舎の損壊により避難所において、避難所にいらっしゃるということを承知しております。 令和6年、能登半島地震による技能姿生などの被災状況として把握する内容につきましては、制度を共感する厚生労働省や外国人技能出資協とともに必要な検討を行い、引き続き適切に状況を把握するよう努めてまいります。伊三平さん。今おっしゃった3名というのは、輪島の避難所に避難を続けておられるということで、1月末の時点では30名ほどが避難しているというお話でしたけれど、その数に限られないでしょう。 だって、他の町でもです、ねえー、支援に、えー、入っている方々が、実際に宿舎の水が出なくて、生活用水に、えー、もう困難をきたしてると、あの日本人であればです、ね、あそこのおうちの井戸の水はみんなで使わせてもらえるよというような情報があって、それで洗濯をしたりとかすしてるんだけども、そういう情報が全く伝わらない。 という中で、本当に苦労してるっていう実習生たちがいますよ、現に。ですから、管理団体に聞いて分かっているものだけで物事を捉えようとしたら、実情がつかめない。だからですね、予算委員会でも申し上げたとおり、管理団体から、実習機構は、あるいは政府はですね、電話で問い合わせてくるだけで見にも来ない、会おうともしないと。 いうような声が上が上るわけでしょう実際、1月1日の発災直後に、珠洲市まで、車で何時間もかけて、自らが管理をしている実習生の救出に行ったっていう管理団体の方があります。実際、珠洲はじめとして、あっちこっちの実習先から車で拾って、安全な研修センターに避難先を確保して、 もちろん食料もありませんから、食料も自らあちこちから買い集めてです、ね、実習生を支援してきたっていう管理団体があります、あるいは先ほどご紹介があったあ中に含まれるとは思いますけれども、自ら休業せざるを得ない実習先でも、実習生のみんなが大切だから、頑張って賃金を100%を1月も2月も保証すると、3月も保証すると。補助金が 6割といつ入ってくるかもわからないけど、も頑張って、だって大切なレギュラーメンバーだからそういう扱いをしてるわけですよ。けれど、一方でですね、実習生を放置して、何の音とさたもないっていう管理団体もあるんですよ。入管庁にお尋ねしたらいいでしょうか、1月1日以降に、石川、富山、新潟の3県で、行方不明を理由として、実習継続困難時届で、でつまり、 えー、すなわち失踪ですね、実習機構がいうところの、があのされた、あの届け出がされたのは何人かというのは把握できてるんですか丸山次長。ご指摘の点でございますが、えー、先ほどもお答弁しましたとおり、現時点で本年1月1日以降の石川、富山、新潟3県における失踪者を正確に把握する前の精査には至っていないところでございま二位総平さん。ゼロではないでしょう。 丸山次長、答えます。いくらあのいくつか報告が出ているあの何が原因かとかまではちょっとわかりませんけれども、えー、所在不明になって、えー、技能士の継続が困難になっているという報告はいくらかいただいたいところでございます。伊比宗平さん、あのゼロではないんですよ。だけれども、その方々が実習先でどういう苦労をして、なぜ。 実習先から行方不明にならざるを得なくなったのか、今どこにいるのか、その方々に先ほども清水議員からご紹介があったような、資格外活動を認めていけるのか、あるいは職種の中では、実習生も転職をしていいようにしようという特例が出されましたけれども、そういう適用で支援ができるのか、そういうことが全くわからないわけですよね。けれど 実習機構というのは、もともと適正な実習の実施と、実習生の保護を目的として活動しているわけですから、そして調べようと思ったら、ちゃんと把握できるだけのデータを持っているわけですから、そういう集計はしておりませんと、だから答弁は困難でございますと、突き放してどうするんですか、あの大臣、あの私、大切なのは、一人一人の人間として、 あるいは労働者として、大切にするっていうことだと思うんですよ。こういう大変なときに、一人一人を大切にすることができなくて、えなんで選ばれる国なんかなれますか、大臣、いかがですか、はい、小泉法務大臣。発災、まあ、から3か月、まあ、なかなか困難な状況が続きました、でその中でわれわれも反省点があ,のあります。 あの資格外活動を認めていこう、あるいは法テラスを無償化していこう、まあ、それよりも何よりも、輪島のー法務局で共同、共同庁舎で300人の人を受け入れて、水を供給する、食べ物を供給する、まあ、いろいろな取り組みをやってきました、しかし、まあ、今、こうやって先生からご指摘を受けて、反省の念を持つんですけれども、一人一人どどどど、どういう状態なんだ、大丈夫か、技能実習生の方々、大丈夫か。 地震が来た瞬間に思う、その力が欠けていたなと思います、そこは大事なところだと思います、まあ、仕組みを、制度を作ろう、それに対応しよう、それはもう全一生懸命できたと思います、まあ、満点ではないけど、だけど、一人一人に手を差し伸べていくという発想からできることが、まあ、まだあると思います、まあ、今後に向けてしっかりと反省をし、またそれを突き詰めていきたいと思います仁比双平さんあの。突き詰めるのは、もう直ちに今日明日した突き詰めて。 具体化しないとダメですよあのこの特例、さっき先ほどの2つの特例もですね、えー、先ほど、入管事長があの周知に問題があるという指摘があったのでと、そのうちの1人は私が指摘をしてきたわけですけど、あの何しろホームページだとかなんかではアップはしてるけども、被災関係自治体にも、それから行所鑑賞庁、官僚長。 例えば、漁業や水産加工であれば農水省、水産庁ですよね、あるいは建設介護であれば国交省や厚労省やと、それぞれ実習生や技能実習生、あの特定技能外国人を所管して、えー、頑張ってもらおうとしている所管があるわけですよね。そこに入管や実習機構が取り組む特例が共有されてないと。そうすると、それぞれの県だとか関係業界団体などにも徹底しないと。 いうことが現に起こってるでしょ、これ、これからどうしますか小泉法務大臣先般の予算委員会でご指摘いただきましたですよね、地方自治体に行ってないじゃないか、行所管団体と共有できてないじゃないか、まあ、これはすぐ手当をしました、はいまあ、こういうことをもう一度あのスタートラインに戻って、本来あるべき姿を描いて、それと比べてできていないことについては、しっかりと手を打ちたいと思います。 さんもう一問あの、2018年の前回のおこの外国人労働者の分野の法改正のときに、失踪ということが大問題になりまして、今日もうも1枚資料をお配りしてますけれども、その後、どんどん急増して、ですね、えー、令和4年かな、で9006人ですよね、あのこのおお失踪、つまり行方不明という形で、えー、届け出がされましたと。 いうときに、その都度関係の業,あの業所、官省庁に問題が共有されているかというと、議事録の最後に、坂本農水大臣にご答弁いただいてますけれども、制度上、農林水産省に共有されないものと承知しておりますということなんですよ。こんなことで、本当に適正な外国人の受け入れということをやっていけるのかと、トラブルが起こったら、個々、やっぱり問題共有して、 検証し、そんなことが起こらない、再発防止の対策を取っていかなきゃいけないじゃないですか、大臣。小泉法務大臣。まあ、あの各省庁の所管というのはありますが、しかしあの、法務省が総合調整機能を果たすという位置づけをいただいているわけでありますので、我々ももう少し踏み込んで、全体を見る、そういう力を持って、そういう視野を持って取り組んでいかなければいけないと思います。 比平さんはっきりしない、今国会に提出されている法案でも、転籍の自由の制限だったり、定住者の在留資格の取り消しなど、大問題になるわけですよね、私はもう外国人労働者政策を入管に握らせるのはやめるべきだと思います。労働者の問題を入管が握って、その関係の所管省庁にも問題共有しないと、そんなことで一体何がやれますか。 徹底して議論をしていかなきゃいけないということを申し上げて、今日は質問を終わります。